どうもこんにちは、今年の夏はですねかなり暑そうです。今日もですね晴れてるんですが、まあこの長ズボン履いてるっていうのもあるんですけどね、やっぱりね日が照ってると汗ダラダラ、日が照ってなくてもジメジメしてて汗ダラダラという感じなんですけども、風が吹いてないとですね余計にこう汗かいたりするんじゃないかなと思います。で今回はですねこちらご提供いただいたんですけれども、ネッククーラー、よくねあの首掛け用の扇風機ってのあると思うんですけども、まあ、そういったものをね結構見たことある方いらっしゃると思います。でこれすごいのがですね、暑い時はクーラーと扇風機で使うことができます。で寒い時はですね今度あったかくヒーターとして使うことができるという優れものとなっております。まあ、その分値段はするんですが、今回はねちょっとこちらをご紹介したいなと思います。まあ、使い方としてはすごくシンプルで、ここにね電源ボタンがあります。でこれの反対側に、こちらにね切り替えボタンがあります。要は電源を押してこちらですね、こちらの電源を押して、こちらの切り替えボタン、クーラーなのか扇風機なのか、それともヒーターなのかという感じで使い分けるというふうになってます。まあ、とりあえず電源つけてみますね。今ねこちらに C1 という表示があります。バッテリーが今 100% ですね。ちょっと見えるかな、見えづらいかな、ここにバッテリー 100% と表示がありまして、押すたびに切り替わります。 C の1、 C の2、 C の3、 オフで、 C っていうのがですねクーラーなんですけども、クーラーなのかクールなのかはちょっと分かんないんですが、とりあえずクーラーと。でこれ C の1なんですが、こちらの切り替えボタンですね、切り替えボタンを押すことによって変わっていきます。わかるでしょうか、 C になったり F になったり。 F って何の略なんだろうな。でちょっとですね音を聞いてもらいたいなと思います。このクーラーのね風が出る音です。こんな感じでですね結構風量が強いんですよこれ。でこれねどこが冷たくなったり暖かくなったりするんだろうと思ってたんですけども、どうやらこの横の部分ですね、結構こう開いたりできるんですが、この横の部分、この2箇所にですねこう冷たくなるプレートみたいなのが入ってまして、そこがね多分暖かくなったり冷たくなったりするんですよ。ちなみにこれこうやって首にかけますが、ちょうどねその冷たくなるところが首に当たって、かといってねここが苦しいってことは全然ないです。このね締め付けがあるのかなって感じしてたんですが、全然そんなことないですね。かといってすごく外れやすいってことでもないです。でこれすごいなと思うのがね、これ吹き出し口この辺なんですが、まあ、こうすると要はこの首の上の方に、冷たい空気が上がってくると、冷たい空気っていうか扇風機ですかね、風が上がってくるんですけども、これね押して、まあ、大体 C の2ぐらいがおすすめなんですけど、つけるとねもう涼しい風が出てます。こう涼しくなるまでにすごく時間かかったりとか、暑くなる暖かくなるまで、すごくね時間かかったりするのかなと思ってたんですけども、そんなことなくて5秒ぐらい、5秒か6秒ぐらいしたらもう涼しいのがねここから出てるのが分かります。これは使ってみないとねちょっと分からないかもしれないんですが、全然違うんだよな本当。じゃあですねこのネッククーラー、使った状態でちょっと散歩してみましょう。全然違いますよ本当。まあ、このネッククーラーね面白いのがですね、やっぱりコールドだけじゃなくてホットもいけるっていう、これはねこういうものって大体夏しか使わなかったりとかすると思うんですが、そうじゃなくてね一年中通して使えるっていうのはね結構嬉しいんじゃないかなと思います。あると便利だと思うな。でもまあ確かに実際これ届いてですね使ってみるまではそんな大した効き目ないだろうみたいに思ってたんですが、実際やってみるとね、いや確かにこれ2万円出す価値はあるなって感じがしますね。まあ、ただですねこれ確か4000mAh だったかな、なんかね2種類ありまして、 4000mAh と 5000mAh ってのがあって、やっぱりその容量が多い方がね電池持ちはいいですよね。でこっちが 4000mAh なんで、多分ねこの冷たい
やつ、例えば、C の2とか3とか使った時に、電池の持ちがですね、多分2時間半とかそんなもんなんですよね。なので、昼の一番暑い時ですよね、2時ぐらいから使ってみるとかってやると良かったりするのかな。充電するのに、満充電にだいたい3時間ぐらいかかっちゃうんで、まあ、その辺はうまいことこう電池と相談しながらですね使うのがいいのかなと思います。今もこんだけ歩きましたよ。結構歩きましたからね。普段であれば、これだけ歩いてると、まあ、こう汗かいたりとかってやっぱするんですけど、首がね大丈夫だからでしょうね。その暑い感じがしないですね。まあ確かに気温は暑いんだと思うんですけど、ここが涼しいんで、なんかそんなすごい暑さを感じたりはしないですね。ただ注意点としてはね、こうやって涼しいと言いながらもやっぱり気がついたらね汗かいたりとかしてたりとかすると思うんで、今年の夏はね本当熱中症対策っていうのをかなりしないとなんか危ない気がしますね。まあ、今年はですねこういったもので、涼みながら、過ごすといいんじゃないかなと思います。これ本当使えると思うよ。でこちらのネッククーラーなんですが、どんな感じがね一番、例えとしていいのかなっていうのを考えてたんですが、氷を袋に入れて、タオルとかにくるみますよね。タオルとかにくるんでここに乗せて風が吹いた時みたいな、ちょっと例えが難しいかもしれないですが、それぐらいのね涼しさはありますね。本当にそのクーラーっていう感じの涼しさって言えばいいんですかね。うん。でそれとは別にねちょっとあんまりやりたくないんだけど、やらないわけにはいかないですよね。ヒーター、わあ、ヒーターの、ああもうこの時点で暖かくなってんだよな。ヒーターはねどんな感じしたらいいだろう。あったかい。なんかねこれ本当に電化製品が熱持ちますよね。なんかそんな感じのあったかさですね。本当はあったかいんだけど、うん、こんな夏にやるもんじゃないな。ちょっとまたクーラーにします。クーラーの3にしましょう。今ヒーターにしましたからね、ヒーターから、クーラーになるまで、あでももうクーラーになってきた。やっぱ早いんですよね。このネッククーラーのね何がいいって、本当瞬間冷却、瞬間冷却の反対ってなんだ、瞬間暖房みたいな、そんなね感じがありますよ。まあ、先ほどもねお話しした通り、これがね2万円弱してしまうんで、まあその辺がどうかですけど、これがね2万円で手に入るんだったら僕は全然ありかなってやっぱり思いますね。たこ焼きくんと一緒にですね、こういった夏ですね、あったかい中で、キャンプというかそういうのをしてですね、焚き火もしましたけども、ちょっと来てごらん、首のやつ見たけど、一番電解がして、し、うち帰った。涼しいやな。うん。ちょっと今どんくらい？一番でっかい？一番電解？父ちゃんちょっとだけ。涼しい。涼しくもなるし、暖かくもなる。まあ、高木くんとですね、焚き火をしたりもしたんですけども、この暑さですよ。この暑さの中で焚き火をして、このネッククーラーがあることによってですね、焚き火をしてるんだけども、そこまでね、暑さを感じなかったんですね。その焚き火はやっぱり暑いですけど、ここが涼しいんで、ここが涼しいだけでもう全然違うんだなっていうのがね、焚き火をするとよく分かりました。これね、このネッククーラーってやつね、これ。映っていい？うん、大丈夫です。ラムちゃんと今このネッククーラーをやっとるんやけど、色違いでね、色違い、これをね、ここにね電源ボタンがあるから、これをちょっと押すとプイってた、いった、うん、あ、風出てきた。で、これ首のね、ところにやってもらうと
あら不思議、すごいやろ。涼しいねこれ。そうなんよ。あ、めっちゃいい。多分ね、その普通のそのなんていうの、扇風機とかと違って、扇風機って風が来るだけじゃん、うん、だけどこれ多分つけるとね、なんか冷たいこうなんかタオルを置いて、うん、こうなんか風が吹いた時みたいな感じになってる。ここが冷たい。そうよね、全然違うと思うこれ。で、あとはね、そのすっごい暑い中で、キャンプのね移動をしてですね、キャンプ場まで移動をして、ああもう暑いって言ってる中で、このネッククーラーつけるとね、やっぱり瞬間的にこう体の温度がぐっと下がってくれますんで、まあ、例えば設営する時とかね、撤収する時とか、そういう時にもね、このネッククーラーってのはいいんじゃないかなと思います。ということで今回は、暑い夏も快適に過ごすことができ、なおかつですね、寒い冬にも快適に過ごすことができる、まあ、1年中使えるですね、ネッククーラー、こちらをご紹介してみました。かなりですね、効果を期待できる、そして実感できる製品だと思いますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは